痩せにくいよって思った人は今回のメニューを一緒にやっていきましょう。代謝を高く保てます。腹筋の上部、中部、下部、お腹全体やっていきましょう。腰を丸めます。丸めたままで前後に動きます。あとお尻を前に突き出す感じで、そのまま腰を丸めたまま、腰が反れないように注意です。はい、 OK。 これで腹筋群全体を使えてます。くびれにもいいです。今度体重をね、移動させる感じで腰を丸めたままです。OK。 今度は仰向けで寝ましょう。足を組みます。起き上がっときます。スタート。できるだけ体を起こしてください。吸って吐きます。お腹をどんどん引っ込めながら息吐いて、 OK。 反対も一緒です。手で足持ってていいです。行きましょう。しっかり吸って吐きます。もう一度反対足です。今度は足を動かしていきます。スタート。できれば1回ずつ息吐いて、ふーふーって感じで、待って。 OK。 反対も同じようにいきましょう。しっかり腰丸めることでね、お腹に力が入りやすくなりますから、お尻もストレッチできてます。 OK。 今度は膝をしっかり抱えて腰を丸めて伸ばしましょう。スタート。ゆっくり膝を抱えていきましょう。OK。 それでは行っていきます。イメージとしては大の字を作って体を持ち上げておきます。スマホ見ながらの人はここに置いとってもいいです。腰を支点に体を持ち上げていきましょう。20秒です。息止めないようにいきましょう。いきます。スタート。スマホなしでできる人は万歳、見ながらやってる人はここでいいです。しっかり体を持ち上げましょう。深呼吸して2セット目です。いきましょう。スタート。腰の隙間を埋める感じです。息を止めないように長く吐いて、2回やると結構効いてきますよね。あともう1回頑張りましょう。いきます。スタート。
やっぱり3回だと効きますね。ここで少しおまけです。反り腰解消にとっておきなメニューがあります。それは膝を抱えてこのまま倒れて戻る、これを繰り返すことで反り腰が早く解消されます。マイペースでいいので転がっていきましょう。しっかり小さくなって転がった後に一気にね腹筋を使って起き上がります。マイペースでいいです。いきましょう。あとしっかり丸まって転がった勢いに転がっていきます。あんまり後ろに行かないと結構腹筋が辛くなります。これ一回起き上がるのはね結構辛いんで、いっぱい転がって起き上がる。とにかく腰を丸めておきます。腹筋運動っていうよりは半分ストレッチに近いんで、まあ、リラックスして転がりましょう。腹筋と腰を結構動かしたんで、このまま手を腰に当てて腰を丸めながら腹筋を使う、これをいきましょう。スタート。しっかりね指も使ってこの骨盤を立てるっていう感じです。この動きがね上手だと腹筋がちゃんと使えてます。しっかりね骨盤を立てる感じです。グッ、体でねこういう感じではなくってね、できれば胴体部分だけを動かしてる感じです。お尻の力を緩めてお尻を締めるっていうようなイメージです。おへそを上向けるイメージです。グッグッグッ。 OK。 リンパの流れが悪かったり疲れやすかったりする人、反り腰解消したい人、姿勢を良くしたい人はこのメニューを2日に1遍続けてやってください。1週間もすれば少し体が変わってきますんで、そのまま継続して1ヶ月を目安に続けてみてください。またコメントの方で変化を教えてください。